こんばんは、元男の子の青木かのんです。大変お騒がせしております。お前何を言ってるんだということになると思うんですけども、先日公開したこちらの動画、わたるくんからですね、しばらく連絡が返ってこなくてちょっと心配ですみたいな動画を私が公開しちゃったんですね。客観的に見たら、いやわたるくんとそのプライベートの関係をベラベラ話していいのかのんちゃんと、まさにその通りで、視聴者様からのコメントで、いやそんなにわたるくんのことをこうベラベラ話したら逆にわたるくんその2週間連絡、かのんちゃんに返してないかもしれないけども逆に返しにくくなってしまうんじゃないのかという追い込みをかのんちゃんがその全世界配信という YouTube のプラットフォームで出して大丈夫なのかと皆様からのですねアドバイスをいただきまして、まあ確かになと。なぜ私がああいう動画を出したかというとですね、最近このコロナ禍っていうこともあって、わたるくんとしばらく本当に会えてないんですよ。実家に暮らしてるんで、まあ動画でもわたるくんが本人が話してるから言いますけど、栃木県住んでて、で実家なんで、実家からこう東京の私のこの家に会いに来るっていうのが、まあそのご両親の方からもそのやっぱコロナっていうこともあって東京に息子を送り出すっていうのが、まあ不安っていうこともあって、しばらく私もわたるくんとのやっぱり距離感をちゃんと大事にしたいなっていうことで、しばらくはそのコロナ禍っていう理由で会わなかったんですよ。でそのしばらく会わなかったことと、しばらくわたるくんから連絡来なかったっていうことがちょっとダブルで、まあ、私的にはこれ大丈夫かなみたいな、まあ、少し心配になったっていうことで、わたるくん大丈夫なのかなっていう話を動画で話したんですね。それとですね、ここ最近視聴者さんからちょこちょこ、最近わたるくん、まあ、3ヶ月ぐらいかな YouTube の動画に出てきてないけど大丈夫とか、あとはもしかしてかのんちゃんと別れたんじゃないのと心配のお声をですねかなりいただいてまして、で私的にもうわーどうしようどうしようって、その動画出してるけどもわたるくんとの動画出さなきゃやばいよねっていう、早く視聴者さんからの呼ばれ答えなくてはという、まあ、そういう勝手な自意識過剰な使命感に駆られまして、うわーだったらもう渡辺君から最近連絡来てないけどもそれはそれだしちゃうという、私がその YouTube やってる中で結構そのポリシーにしてるというか、なんかさらけ出すっていうのをポリシーにしてるんですよ。例えば私で言うと性転換とかの話とかで、普通だったら言いたくないことだと思うんですよ、下半身の話とか。そういうのを私はしばらく YouTube 活動していく中でずっとさらけ出すのが普通になってきちゃってるんですよね。だからこの YouTube の仕事をしていない人からしたら逆に私がやってることってすごい違和感っていうか、そこまで言わなくてもっていう、だからそこの線引きがすごい今回の動画を出して私も気をつけなきゃいけないなっていうことと、 YouTube の改めて奥深さというかそこを感じました。そこでですね、やっと本題に行く、いやお前やっと本題かっていうことなんですけど、今から本題話していきます。この動画を出す2分前ぐらいに返信来たんですよ。で私はその自動公開で予約してるから、私は別のことを してる最中に勝手に自動公開されるので、もしわたるくんからこの動画が公開される2分前に連絡来てるってこと知ってたら多分公開ストップしたと思うんですけども、まあ、そういったことがありまして、実際に連絡来まして、でわたるくんがですね、なんで私に2週間連絡来なかったのかっていうことに、理由を教えてくれたんですね。あれちょっと待って、ちょっと待って、なんか映画みたいな感じのアングルになってますけども私も肝心のわたるくんの生態を忘れてたんですけど、わたるくんってすごい動画見るとわかると思うんですけど、すごい冷静沈着な人なんですよ。感情に揺さぶられたりとかするタイプの人間じゃないんですよ。わたるくんって一旦目の前の物事を冷静に考えたい時って、ありとあらゆる情報を一回シャットダウンするタイプの人間なんですよ。私2年間付き合ってきて、今までこういうことあったからこそ確かにそうだったなって。でわたるくんはいろいろとこのコロナ禍で仕事とか、まあ、あとは今後のその自分の、あ、何話したいか忘れちゃった、そう話を続けるんですけども、なので結論から言うと、わたるくんが私に2週間返信してなかったのは、この今のコロナ禍の現状で、まあ、仕事とかいろいろな環境がわたるくん変わってきたっていう、そのコロナ禍以降になった
ことも動画で話してると思うんですけど、ご本人が今後のこととか、まあ、いろんなその身の回りの環境要因が渡るくんの中で多分思うことがあったから、一回冷静に物事を整理したいということでシャットダウンしてたっていうことを私は説明を受けたんですよ。ちょいちょいちょい、またアングルが変わって、なんかカッコつけたアングルになってしまってるんですけど、まあ、そういった感じで渡くんから説明を受けて、だから私がただ単なる、まあ、焦ってたっていうか、今までもこんな感じで渡くんと付き合っていく中で、渡くんのその冷静に物事を整理したい期間って確かにあったなと、まあ、多分まあそれ今まで1週間ぐらいだったんで、今回まあ2週間ぐらいだったから、まあ、それもあるし、そのコロナ禍っていうことでしばらく多分3ヶ月ぐらいリアルに会ってないんで、まあ、それで私が大丈夫かなっていう なんか事故とかあったかなとか、まあ、そういったいろいろな心配があったから、その動画で、まあ、呼びかけてしまったっていうことなんですよね。あと私がその渡くんから返信来ないってことを渡くんに直接 LINE で催促したりするタイプでもないんですよね。私自身あんまり LINE が好きじゃないんで、渡くんに大丈夫大丈夫みたいな、今何してんのとか電話かけたりとかあんまりあえてしないんですよ。その距離感とかも多分親しき中にも距離感ありっていう考え方なんで、あんまりプレッシャーであることが好きじゃないんだけども、逆にあの動画でプレッシャー与えてしまったなっていう、それが本当申し訳ない。今回視聴者さんから、まあ、YouTuber だからいろいろこうさらけ出すのも大事かもしれないけども、ちょっと今回の件は別問題なんじゃないのっていうこと言われた時に、確かになっていうことをすごい理解したっていうか、そうだよねって思ったから、今は、まあ、とりあえず渡くんの現状が分かったから、本当お騒がせしてしまってすいませんですけども、とりあえず安心できる状況になりましたよっていうのを皆さんに伝えたかったっていうことですかね。とりあえず大丈夫だよということをお伝えできました。いやー、でも言えてよかったな。これやばい、言えてよかったなと、まあ、私の中ですごいすっきりしました。ここ数日ですね、本当にもう正直病んでないとは、いや病んでたな、病んでたっていうか、そわそわが止まらなかった。だってさ、あの動画にたくさんのこの心配のお言葉とかいただいたわけですよ。でその今日この動画を出すまでのあの動画との期間、まあ、約1週間ぐらいあるんですけども、その1週間の間にこのことを話せなかったから、やっぱそわそわが止まらなかったんですよ。なので私が結局何を言いたいかっていうと、皆様ご心配をおかけしてしまって申し訳ございませんでしたということと、 YouTube とプライベートを切り分けるそのグラデーションの部分をちゃんと選別しろよっていうアドバイスに対して本当にそうだなって思ったことと、渡るくんのこの現状、冷静にいろいろと物事を分析したい期間だったっていう、ただそれだけっていう、なので皆さんにいっぱいご心配をおかけしました。ちょっとまたアングル変わりましたけども、何なんだと、まあそれいいか、いや YouTube ってやっぱり奥が深いなと思いますよ。まあ、引き続きですね、私は皆さんに成長させられつつ謙虚に活動していきたいなと思います。皆さんからの応援で私は成り立ってます。というのは冗談でして、また引き続きですね、楽しい動画を出していけるように私も成長していきますので、これからも応援をよろしくお願いします。今回の動画は以上です。少しでも青木香音これからも応援してやってもいいぞと思ってくださる方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、 TikTok もありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。